言うならお医者様の趣味よ。あら、そうだったの。それならそうと言ってくだされば。え、私の怪我とローナの治療、お礼がまだでしたね、お医者様。代金ならティサリアさんから受け取っていますが。全然足りませんよねえ。お礼にどうぞ、好きにしてくださっていいのよ。ティサリアさんに怒られますよ。これはね、先生、むしろお嬢様のためなの。我らの文化では従者は主の所有物、夫婦になれば財産は共有します。従者は夫婦の共有財産となり、奥方の従者は夫にも使えますの。お嬢様がもしお医者様と結婚したら、私たちもまたお医者様の従者ということになりますでしょう。いずれ私たちはお医者様の所有物になるのですから、今のうちに足見してくださっても構わないんですよ。既成事実さえ作ってしまえば、奥手なお嬢様もお医者様は従者に手を出した責任を取って結婚せざるを得ないかと。ケイさん、ローラさん。あら、やだ、戯れですよ、お医者様。そうそう、本気になさらないで。でも忘れないでくださいな、私たちはお嬢様のためならどんなことでもするんですよ。いつの日か私たちの主となる日、楽しみにしていますわ、お医者様。